ンポン。ねえ、なんや、私って綺麗口裂け女？いやいや、それやるならマスクしないと意味ないやろ。隠してる場所で驚かせるんやから。ちげえよ、口を隠せって言ってんだよ。金太郎飴かお前は。え、待って、私って超可愛くないですか？ケプラ。ああ、可愛い可愛い。先生めっちゃ可愛いわ。ふはは、そうでしょうそうでしょう。あかりちゃんも可愛いですが先生には及びませんね。あ、何寝言言っとるんやこのアホは。うちの方が可愛いに決まっとるやろ。はあ、先生の方が可愛いですけど。うちや、先生、うち、先生、うん。よっしゃ、そんなん言うたら勝負して白黒はっきりつけようやないか。望むところです。格の違いってものを見せつけてやりましょう。おお、言うたな。先生なんかどうせまたボケ倒すだけやろ。可愛い言うてもアホ可愛いや。アホっぽくて可愛いってだけ。やったぜ先生かわいい。くっそ都合のいい箇所しか聞いてねえ。真剣勝負です。おう、お題は？お嫁さんとして旦那さんに可愛く料理を振る舞ってください。なるほど、お題やないか。レッツプレイ。おお、帰ったぞ。お帰りなさい。ただいまりも。わけわからないギャグ言うのやめろ。今日はあなたの好きな肉じゃが作ったんや。肉じゃが？なんで意表つかれてんだよ。王道中の王道だろうが。食べてくれる？いただきまんも。ふんでふんま。よかった。あ、ご飯粒ついとる。泡展望さんやな。ふふ、私は今恋に落ちました。あ、よ、まあうちは割と普通な感じで攻めてみたわ。オーソドックスな感じやな。オートバックスな感じ？言ってねえよ。わけわからんボケはいらん。いいから次は先生の番やで。よっしゃ行くぞ。おーい、試合前のスポーツ選手並みの気合の入れ方なんなん。おお、ただいま。ただいまりも。うちが帰ってきたんだよ。お前はずっと家にいた野郎が。おかえりんご。よし、もうそれでええわ。ご飯にする？熱湯風呂入る？それともああなあご、どういう状況？その3択だとご飯しかねえじゃねえか。かしこまり。なんやこいつ。はい、肉とじゃがいもをひたすら煮込んだ物体。それは肉じゃがだよ。見た目は普通やな。なんかトラップでも仕掛けてるんやないやろな。ふふ、食べてみてください。怖いな。普通にうまいな。あかりちゃん、ご飯粒ついてますよ。ふふ。取り方おかしくない？じゃあご飯も終わったことだし、これからは大人の時間ね。うふふ。何する気や。スマブラしようぜ。子供か。